い、皆さんこんにちは、マネルグルビジです。では今回は信長の野望革新パーキット続きをプレイしていきたいと思います。かなり追い込みをかけていた武田なんですが、これがいつの間にか北に勢力を伸ばしていて、ご覧のように、またその息を吹き返しているという状態です。しかもこれが信長包囲網になっているので、北条、武田、さらに毛利といった大国と、まあ、同時に戦争しなきゃいけないというところで、なかなか苦しい戦いが続いているんですが、この状況をね、なんとか打破していきましょう。では早速続きをプレイしていきまーす。まずですね、ちょっと考えなきゃいけないところとしては、外交、これなんですけど、同盟結べるところがあればもう同盟を結ぶ。南部、この辺りはでもな、遠すぎて話にならないんだよね。結局南部なんかが生き残るとはちょっと思えないので、対武田に対して。さて、蒲生氏郷、これは条件提示で返してもらう。絶対に返してもらう。そしたら攻略目標をちょっと変えます。武田から勝頼か、勝頼は返せないな。拒否。攻略目標を変えます。まず方針、信兼信忠、まあ、この辺りをどう変えるかなんですが、まず信勝を、攻略目標を、武田に変えましょう。ちょっと待って、ね、そもそも編成を変える。信勝で、海津城を取るっていうのが一番盤石かな。そうしましょう。なので、信勝。信孝もね、そろそろ独立させてもいいかなと思うんですけどね。長男、次男、三男にあたる信孝。まあ、一旦置いておいて、目標攻略を海津に変えましょう。で、信忠。これの攻略を、さらに先に進んでいきましょうか。信兼が岡山城攻略。ちょっと遅いね、進行が。まあ、いくらでもやるので、味方になってくれという話だね。ガッサン戸田城は攻略。そしたら、再び信長自らいつでも出陣できるように、軍馬、さらに鉄砲、この辺りの買い増しをしておきます。もうこの辺りは定期作業というイメージですね。で、二期作が終わってくれて、米の収入は一気に増えてくるはず、各国。なので、それに乗じて、攻略戦をね、展開できる回数が増えるんじゃないかなという期待値ですね。いや、真下長森戻ってきてくれて、本当に政治力回復してくれて大きいですね。姫を引き渡そう。死ぬ運命にある姫を引き渡すというの。姫を引き渡していきます。武田だよな、問題は武田。毛利からの返還の使者、AK か。まあ AK なんていらないので金をもらい受けましょう。な姫を嫁がせた矢先に南部が武田に滅ぼされたか。王将も怖いけど、やっぱり武田だな、怖いの。そうなるとだ、軍事出陣。騎馬隊。これを、一旦、海津城攻略に出しましょう。初日。
7万の軍勢をかき消す。唯一はこの海津城は、市場扱いになってるので、まあ、大した数ではないんですよね。おっと、ちょっと油断をしていたら島津とも開戦してるのか。島津思ったより金持ってないな。武田ですよね、問題は。武田。北条も金ないね。拒否。金3万2000もむしりやがって。あとは、そうだな。人材、土用、浪人から見ていきましょう。統率。96府県女か、重秀。誰も行かない?無理だよね。統率。まあ、恨みは根深いって、まあ、そりゃそうか。浪人にはまともなやついないっちゃいない。いや、なかなかちょっと難しいね。優秀な人材がね、結局他国に流れるというのが一番怖いんで。さあ、武田の増援が来たら、この増援も叩いて武田の兵力を一気に削ぎましょうというのが目的です。海津城あっさり落としたね。そしたらこの勢いで春日山まで一気に攻略戦始めましょう。春日山にどんだけの兵が入るかですね。敵が照本自ら来たのか。宗春、宗春は返したくない。それ相応のものをもらわないと返せないな。二段打ち。さあ、春日山まで落とせばだいぶ流れが変わるはず。武田の大軍が迫ってるね。雪村 VS 刑事っていう展開も熱いね。森からの返還の使者。後藤か、又兵衛ね。条件提示。早打ち。二段打ちがあればね、考えるんだけど。罵声。八方手で罵声がもらえるの。いや、ここは拒否だな。又兵衛は返したくない。春日山の攻略完了。さあ、これ野戦に持ち込めるな。野戦に持ち込もう。野戦に持ち込んで一気に武田軍を壊滅させよう。味方部隊ギャハ、ちょっと見てないうちに。さて、そしたら軍団の方針を変えます。まず信勝は箕輪、信忠はいい加減岡山。で、春日山攻略終わったので、まあ、どうするかですが、正幸は返せないよ。
正幸返すだけでもう戦力が天と地ほど変わると言っていいですからね。観音寺から軍事出陣させましょう。目標は身の輪に定めよう。武田北条の息の根を止めればまあほぼ終結かな。で、あわよくば北条も一気に戦力を削り取るということも可能だな。よし、美濃和城で、北条と五詰め決戦に持ち込めればでかい。でかいぞ。裏臭いが先陣か。微妙だな、これも。北条軍その数、ざっと10個なんかな。妖精の使者。駿府への使者。まあいいでしょう。で、何？ちょっと待って。方針。ガッハ。こいつら全然ないじゃないか。信勝は。どうする？いらないな。戦争向きのものが欲しい。敵の軍勢が我が領内に向かって毛利かガッサン戸田城に攻略隊を送ってきてるの？ガッサン戸田城は問題ないだろう。ただ2万しかいないのか。ガッサン戸田城思ったより弱いな。北条からの返還の使者、これは金もらい受ける。いや、風魔小太郎と交換だな。いや、それはそれとしてさ、ちょっと待って、全然ないじゃん。困ったな。まず内政、兵の分離が効かないか。新薬、これも無理となると築城だな。鉄城もで、軍馬が足りなくなってるんで、また刑事が溶かしたんで、いやー、さすがに武田北条、これを同時に相手にするのはしんどいね。となるとこちらも武田と北条両方の城に攻撃を送るっていうのも手ですよね。地図で敵の総兵力確認しましょう。まず、武田13万、北条16万。信長100万超えてるので、圧することはたやすそうなんですが、厳しい戦いになってますね。ガッサン戸田城は無事に守りきれてますと。寿命延長。これはもらう。姫路に15万の軍勢が入ってて、岡山の攻略を待ってる状態ですね。となると、悩ましいのが対武田、北条、毛利。どれを先に潰すかなんですね。潰しやすいのはもう圧倒的に毛利だと思うんですよ。単体の兵力はそう報道でもないんで。身の輪に攻略隊送ってるよ。よし。今度こそ刑事。行ってもらおう。鉄砲隊？いや、刑事だろ、ここは。
4800、ちょっと数は少ないけどしょうがないね。退却も許可する。これで今度こそミノアを攻め取る。で、同時に外交、要請、家康、攻略、これで北条からの援軍を断ちましょう。出さないじゃないか家康、何してる。早く兵を出せ。出さないからこうなる。やってくれるなペテンシメ。まあいくつか兵がすり減るのは覚悟の上で、ここは一気に踏み潰そう。うわ、むちゃくちゃ兵力削られるな。なんとか美濃和城攻略しきりたい。無理かー、この大決戦に敗れるか。増援出したいね。いや家康マジ何やってんだよあいつ。これマジ処刑もんだな家康。そう、兵をだいぶ溶かされたな。関東の黒人衆、調略しとくべきだったかもしれないですね。家康はさ、何やってんだよ。全然攻める気ないじゃないか。金もすり減ったな。いや美濃和城の攻略戦まともにやってもちょっと収拾がつかないね。さて、そしたらちょっと軍団の方針で金を巻き上げよう。まあ、鳴らしは必要なんでね。いやいや、十分な要請してん、全然答えてないだろ。なんか、徳川家は十分に、こう、答えてくれましたみたいなこと言ってるけどさ。甘すぎるだろうよと言いたいとこですが、五将の兵が全然いないな。北条の使者。まあ、ここはしょうがない。格下の武将にはなりますが、一旦、確実に捕虜を返還させよう。毛利からの返還の使者。又兵衛は無理だって。そしたら、もう動きがないので、葉っぱをかけに行きましょう。かしこまりました。
さーて困ったな。まずはさっきの戦いで敵となった東海、いや、関東の黒人衆、これを味方につけたい。で岡山城もひともみにしましょう。北条からの返還の使者、もう北条に譲歩する必要はないね。武田がちょっと厳しいのかな。よし、包囲網は瓦解したね。お、武田からの返還の使者、これよ。ここでまず庭長秀を返してもらう。敵部隊壊滅しました。深市城の防御力が増す前に型をつけたいところですけどね。壊滅。さあ、長ちゃんはもうその役割を終えたので関東に戻そう。で、水軍もちょっと仲間に引き入れておく必要あるな。信玄自ら来たのか。六角義治ごときいらないだろう。秀久と交換だ。姫路にまだ17万の軍勢がいるのにこれを出さない理由は何？人材不足かな。では人材を移動させよう。その姫路に浮田秀家、佐久間2人、この辺りを出そう。左近を出してもいいんだけどね。なかなか左近の出番がないので、左近出すんだったらどこに左近を出すか、とても重要だな。春日山に左近、長政、秀光、信孝、ぐは切られたか。春日山に左近でもいいかもしれないね。辻ヶ崎館に左近だな。人材移動。辻ヶ崎に左近、しっかり働いてもらおう。さあ、北条とのまたコズム決戦だな。北条がまた6万ぐらいの軍勢できてるね。いや、もっと多い。7、8万だな。岡山城は攻略しましたね。誰が攻略したの？岡山城さっき戦いに敗れてたように見えたけど。いやー、本当に硬いね、ここ。お、島津が、島津さんがいらっしゃってますわ、今度は。
美濃和城が本当に攻略難しいですね。ちょっと人材難なんで投入していきます。出たー、再びの信長包囲網。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しましたが、島津も先端を開いてきたが、なかなか厳しいな。我が領内に向かって出陣しました。ガッサンと太刀を落とされたくないけど、持ちこたえられるのか。4万8000ゴルギの軍勢で敵の数、その数15万ぐらいの数だけどね、パッと見ただけでも。援軍出す余裕ないんでしょう。島津か、いやーなかなか天下は収まらないですね。まず韓国聞くかどうかだけ確認していきます。韓国、毛利韓国聞くね。まあもう虫の息といえば虫の息の毛利ですが、モグラ攻めを受けたとか言って、マジか。これはガッサンと太刀を落城するな。よし、毛利は進化に組み入れたが、ガッサンと太刀が落ちる。味方が捕らえられました。何、ガッサンと太刀だけじゃなくもう一個市場を奪われたね。北条からの変換の使者、長政を返してもらう。ガッサンと太刀に10万の軍勢か、やってくれるな。外交、同盟、家康。他同盟結べる人いる？ちなみに。いないか。まあ、それそうだよな。ガッサンと太刀城、これ危ないな。八つ足城ごときで守れる気がしないと、鳥取城まで交代させられる可能性がありますね。で、岡山城に6万。軍勢の数です。毛利はどうなってる？うわ、毛利はもう虫の息。さてさて、困ったな。島津40万の軍勢だもんな。40万が全兵力を持って迫ってくるわけでしょ。なんとかこれさ、長宗壁抱き込みたいな。8万の長宗壁、まあ無理か。まあ、ただ長宗壁は信長包囲網には参加してないので、なんとか口説こう。どうする、かー、来るねー島津は。八つ橋城も落とされるぞこれ。だいぶすり減らされてるからな。まさか島津があそこまであっさりやられるとは。毛利があっさりやられて島津がここまで慎重してくるとは思わなかったですね。そしたらまず水軍とかこの辺を固めていきましょう。協定、あらゆる場所を固める。金をいくら払ってでもいい。黒人衆とも
協定を結び、こんなところかな。もう一度協定確認します。毛利亡き後の中国地方の黒人衆、さらに武田だな。 OK だ。そしたら指示出しましょう。東海の黒人衆勢力攻撃。なんで家康なんだよ。家康じゃないでしょうよと。北陸は勢力攻撃いけるね。武田、これの攻略に入ってもらう。北陸の黒人種だけだな、機能しそうなのが。まあ長宗我部とは同盟は結べないという話だね。いや別にいいよ、こんな坊さんなんていくらでもやるわ。人質としてくれてやる。だは。いや参ったな。島津どう御するよ。13万の軍勢が入ってるよ。だってガッサン戸田城に。吉田郡山には3万、対峙する我々の方は岡山に6万5千、八橋に1万5千、鳥取に5万。厳しいな。ん？辻ヶ崎館に9万でしょ。深志に2万、海津に3万8千、春日山に5万。ほう。で総兵力数確認しておきましょう。武田が21万、北条が20万、島津が42万と、ちょっとバカでかくなってるな。どうする島津。ちょっと手が出なくなる可能性があるな。やっぱり長宗我部さんをなんとか引き入れたいよね、味方に。というわけで、ちょっと島津がまさにその鬼っぷり、鬼島津っぷりを発揮しつつあるという厳しい情勢になりつつありますが、いい時間なので今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。なんかね、いい策があればぜひぜひ、教えていただければなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきます。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。